あのオーガスすら貴様に敗れたか。なぜお前は何度でも蘇る。なぜそうまでして戦うのだ。そして貴様が手にしているその力、我らが1万2000年かけて到達した域を超えているではないか。なんという不尊な力か。ここで滅せずには折れぬ。ブラフマ・アストラにて重複せしめん。ブラフマーストラを使用するだと。し迷ったか。独断で何をしているオルガ。その一撃で地上に生きる命から捧げられたマントラ、どれほど失われるのか。どれほど大回転の成就に支障をきたすかわからぬのか。マントラは再び貯めればよかろう。人間は我らが管理している限り不滅。今奴を仕留めねば、大回転成就そのものが危うくなる。待て、アスラは我が始末する。仕留め損なった者がよく言う。完全に消滅させれば奴とて迷い出られまい。目的を違えるな。その力はゴーマを一掃するためのものだ。それをアスラごときに使うだと。散った者たちの死を無駄にする気か。これ以上の問答は無用。邪魔立ては許せぬ。全ての命は大義のため。故に邪魔をさせてもらう。マントラが充填される前に宝刀へたどり着く必要があるか。どこへ行かれるおつもりか。知れたこと。不義を正しに行くのだ。ヤシャ殿ご乱心、何も見てない。
ちは正さねばならぬ。インガ王ブラフマンストラ、発射最終段階へ行こう。冒頭へマントラ充填開始。マントラ充填完了まで5分。始まったか、急がねば。
天の曇りもない大義だ。欲望のまま生きよう。お前は考えすぎだ。列車殿の妨害により車線はされました。損害箇所の点検により第二車は不可能。この霊ヤシャ、俺は大義を取ったはずだ。Thank you.
夜叉の迷いなど構うことなく、ゴーマの大軍が町に迫り、町ごと浄化すべきと主張するセルゲイとは別の選択を示す夜叉。ゴーマが町に到達するより早く、そしてセルゲイの浄化より早く、夜叉の拳は届くのか。